おはこんにちは、こんばんは。陸のゲームチャンネルへようこそ。真田家じゃなくて運の家の第2回だね。今回は信長誕生シナリオでスタート。1582年まで引きこもろうと思っている。つまり、信長の生涯を引きこもることになるね。ただ、第1回は領土を広げることで終わってしまったから。本格的に引きこもるのは今回からなんだよね。ここからはひたすら跳躍をしていって配下を増やしていく感じだね。あとはここからどの大名が台頭していくかがポイントだよね。今川、北条が本命だと思っているけど、ここまで今川が全然動いてないから織田が少し勢力を伸ばしているんだよね。情勢を見ながら外交もやっていかないと地理的にはきつい場所だから一気に滅ぶ可能性もあるしね。とにかく今回も頑張ってやっていくよー。そうそう、真田幸隆に家督を譲りたいんだけど、まずは一門に加える必要がある。現当主がかなり年配だから一旦息子に譲って姫を増やす必要があるね。なので、この雲野幸義に家督を譲ろうと思うんだよね。ああ、戦闘員にも譲れるのか。能力的には戦闘員なんだけどな。志は領地保全の方がいいだろうな。ここからは防衛戦だからね。領地保全って松平広忠とかが持ってたはずなんだよね。ほとんどが内政系の大名だった記憶があるね。施策力が増えるものとか労量増えるのとかあるね。なかなかいいじゃないか。ああ、やっぱり戦争に役立つ大名がゼロだな。ただ、大宴会があるのは大きいね。感情が増えないから忠誠上げれるのがあるのは大きいよ。今回は代替わりして初めての表情がある月だからね。これより表情。おお、新しい方策がいっぱいだね。いいよいいよ。これにて表情を終えよう。農業系がめちゃくちゃ充実しているね。逆に商業系がいまいちだな。早めに軍事をたくさん取っていきたいね。そのうち攻められ出すのは分かっているしね。論議もどんどん取っていかないといけないよね。まあ、今回はこんなところかな。ここからバシバシ取っていくよ。おお、伊達胤宗が右州短大になったのか。南部に負けないように頑張ってほしいね。おお、佐野家が近寄ってきたか。いいよいいよ。仲良くしておこう。そうそう、北条から姫をもらえないかな。優秀な武将が欲しいんだよね。ああ、増春院なのか、まだ2歳なのか。これはいくらなんだでもダメだな。76歳に2歳を嫁がせるわけにはいかないね。おお、木曽義康が迷っているのか。いいねいいね。これは欲しい。よしよし、早速木曽義康を寝返らせるぞ。おお、矢沢頼綱に頑張ってもらおう。頼むよ頼む。頑張ってくれ。よしよし、寝返られることができたよ。いいねいいね。ああ、内容できないじゃないか。なんでだ、来月はいけるんだろうな。沼竹からいっぱい引き抜けそうだな。行きたか頼むぞ。よしよし、沼竹から早速揺らいでいるものが出てきたね。さすが雪高だ。おお、大内包囲網か。2回目かな。まあ、この時代の大内は強いからね。木曽義康は出てきてくれているんだろうな。おお、木曽義康がいるじゃないか。我が国に来てくれ、木曽義康。そして、岩木さんを引き抜きにかかるよ。なかなか内政が優秀だから欲しいね。おお、さすが矢沢頼綱だね。ありがたいよありがたい。よしよし、早速我が軍に来てもらうよ。おお、またしても揺らいでいるのが出てきたね。素晴らしいよ素晴らしい。よしよし、揺らいでいる大塚さんを引き抜きにかかるぞ。おお、大塚さんも内政が優秀じゃないか。なかなかいい感じだね。またしても矢沢頼綱だね。おお、すごいじゃないか矢沢頼綱。素晴らしい活躍だよ。早速大塚さんにも我が軍に来てもらおう。おお、またしても大塚さんが迷ってるんだね。これは息子さんかな。助立ちいたします。よしよし、またしても跳躍をかけるぞ。跳躍ばっかりしている感じがするね。ここはまたしても矢沢頼綱にお願いしよう。ああ、今回はとうとう失敗をしてしまったのか。
まあ仕方ないね。おお、神保を攻めるのか。当然長尾の味方をするよ。助太刀いたします。おお、兵を貸すのは全然いいよ。貸してやろう。長尾とはいつまでも仲良くしたいからね。今回も馬をめっちゃくれるじゃないか。ありがたいよありがたい。よしよし、身分さんを落としに行くか。しっかり寝返ってくれ。なんだ、全然ダメじゃないか。今回は出直しだな。またしても雪高の毒牙にかかってくれたか。いいよいいよ。よしよし、今回も寝返らせていくよ。どんどん行くよ。こればっかりやってるけどね。ああ、矢沢より綱を持ってしてもダメなのか。少し流れが良くないね。次は戦闘員に任せよ。頼むよ頼む。ああ、またしてもダメなのか。全然ダメだな。よしよし、今川と婚姻できるはずだから姫をもらいに行くか。おお、受刑人がいるじゃないか。いいよいいよ。これは熟年カップルの誕生だね。いやー、素晴らしいよ素晴らしい。受刑人が来てくれると本当に助かるね。ようやく連敗をストップしてくれたね。あんまり強くないけど、ありがたいよね。口を敷くことよ。ああ、婚姻が成立したよ。やったよやった。これは大きな戦力アップだ。さてさて、もう一度寝返らせる交渉をしにくいくか。なんか、寝返らせる交渉ばっかりしている気がするね。まあ、今は武将を増やすフェーズだからいいんだけどね。国力を上げることが大事だし。よしよし、寝返らせることに成功したね。よくやってくれた。さすがライツナだよ。いやー、雪高は本当にすごいな。どれだけ跳躍を成功させるんだって感じだよ。なんか、信濃の当たりが激しくなってきたね。今度はこっちを跳躍できそうだ。大関さんもなかなか優秀だな。なんか、内政と外政が70くらいの武将がめっちゃ多いね。いいよいいよ。またしても武将が増えた。どんどん武将が増えていくな。口を敷くこと。おお、諏訪家が滅んだか。じゃあ、小笠原家に跳躍をしに行かないとな。おお、織田家も滅んだか。こっちも機会があったら跳躍だな。よしよし、早速小笠原家の跳躍に成功しているじゃないか。いいねいいね。今回も二人も跳躍できるんだよね。すごいよね、こんなに跳躍ができることってあんまりないもんね。よしよし、諏訪さんを寝返らせることに成功したね。ままならぬものよ。ああ、及川さんは全然ダメだな。これは見送るか。お金も減ってきているし。ああ、今度は高藤家が滅んだか。武田に跳躍に行くしかないね。雪高は本当に神だね。すごすぎる。こんなに跳躍できるなんて。志果たせぬか。さてさて、今回も寝返り工作を仕掛けていくよ。よしよし、諏訪頼重の寝返りに成功したか。これで諏訪姫も一緒に来てくれているんじゃないか。ままならぬものよ。やったよやった。やっぱり諏訪姫も来てくれているね。いいじゃないか。あら、三木家が椎名家に滅ぼされているね。高藤さんもそんなにいい武将じゃないけど、とりあえずもらっておくか。やったよやった。高藤さんもいただくことができたね。ままならねえな。おっと、信秀が勢力を伸ばしているじゃないか。これは珍しいね。この時代の信秀はすぐに今川に滅ぼされているイメージがあるよ。よしよし、水谷さんに寝返ってもらうかな。いいねいいね。水谷さんも我が軍に迎え入れることができたね。口惜しきことです。
しばらくずっと内省をしていて動きがなかったんだよね。おお、とうとう武田が小笠原を攻めるか。これを滅亡させたら、また武将をいただこう。助立ちいたします。なんと、伊達家が沼田に滅ぼされたっていうのか。これは一大事だよ。伊達の武将がほしすぎる。絶対に内応させてやるよ。あらら、我が軍に入ってくれたばっかりだったのに、残念だよ。おお、諏訪姫が成人したか。勝頼のお母さんなんだよね。おお、ようやく長尾が神保を滅ぼしたか。長尾は名優だから頑張ってほしいね。あらら、浅井が滅んでいるよ。この時代の浅井は強くなることが多いんだけどな。ああ、種胸が引っかかったよ。素晴らしい、絶対に欲しい。ここは雪高に全ての命運を託すよ。頑張れ雪高。来たー。種胸を落とすことに成功したよー。あ、あれ？引き抜くことができないぞ、なんでだ？おやおや、やっぱり種胸がいないぞ、どうなっているんだ、おいおい頼むよ頼む。おお、寝返らせることがなぜかできなかった種胸が春胸をくどいてくれてたー。これはむちゃくちゃ大きいじゃないか。春宗は絶対に落とすよ。欲しすぎる武将なんだ。よし、春宗を口説きに行くぞ。絶対に落としてみせる。雪高、頼むぞ。今回は絶対に失敗は許されない。任せたぞ。なるほどな。よっしゃー、さすがだ雪高。やってくれるじゃないか。素晴らしいぞ。うおう、種胸、春胸親子が一気に配下に加わってくれた。すごいよ、すごすぎる。口惜しきことよ。おっと、春胸が赤いじゃないか。これは花王院感情を上げておくか。忠誠を上げる大名がいっぱいあって助かったよ。いやー、素晴らしいね。どれ、稽古をつけてやるとしよう。うん、春胸はすでに配下になっているけど。これはバグか？いやバグだな。おいおい、焦らせないでくれよ。本当に頼むぞ。うんうん、しっかり配下にいてくれているね。本当にやめてほしいよ。なんでストー、勘助が調略に引っかかってくれたのか。おいおいおい、勘助は欲しすぎるぞ。絶対に落としてやる。早速勘助を口説きに行くぞ。勘助が裏切るとは信じられないけど、これが真実だね。ここも雪高に任せるよ。本当だったら武田配下の二人、心は通ってるはずだ。うおう、上司格役だったけど、引き抜くことに成功したよー。おいおい、勘助が配下に加わってくれるっていいのかって感じがするよ。これは信虎だったから裏切ってくれたのかな。いずれにしても素晴らしいね。またしても揺らいでいる人たちを引き抜きにかかるか。おお、小笠原さんめちゃくちゃ有能じゃないか。こんなに素晴らしい能力とは。よしよし、小笠原さんの引き抜きに成功したね。優秀な武将がどんどん増えていく。ままならねえな。おお、信虎追放のイベントだ。これで武田の統領は春信になるのか。これで武田はさらに強くなるな。当面の敵は武田になりそうな気がするな。それにしてもこれで信虎はどこに行くのかな。史実では今川だと思うんだけど、うちに来てくれると嬉しいんだけどね。なんせ、信虎は優秀だからね。さてさて、気を取り直して今月も引き抜き工作だ。これは小笠原さんの一問だね。信貞もしっかり引き抜きにかかるぞ。よしよし、またしても引き抜きに成功したね。素晴らしいね。口惜しきことよ。というか、武田がどんどん強くなっているな。これは危険になってくる可能性があるね。
南部が沼田に宣戦布告している。これは南部がそこまで迫っているのか？ああ、佐野家が滅んだのか。関東も混沌としてきたね。おっと、北条氏綱がなくなってしまったか。ただ、氏康が後を継ぐからね。ああ、またしても春宗の忠誠が下がっているね。花王院勘定を挙げておくか。花王院勘定がこんなに役立つとは思わなかったよ。どれ、稽古をつけてやるとしよう。うわ、南部がすぐそこまで迫ってきているじゃないか。これは大丈夫かな。おお、美濃斎藤道さんが奪っちゃうイベントだね。時家が滅亡するのか。念のため南部と親善をしておこうか。武田と南部に挟まれたらすぐにやられちゃうね。南部はもう長尾を攻め込むところまで来ているとは。ああ、上田長尾家なのか。でも、越後まで迫っていることは事実だよね。うわあ、さらに扇や上杉にまで宣戦布告しているじゃないか。これは本当にまずいね。ああ、これは上田長尾家がやられると隣接するじゃないか。これは南部との戦いになるのは間違いないな。長尾や北条と共闘して対抗していくしかないのか。あらら、沼田まで滅ぼされたのか。あそこまで領土を増やしていたのに。とりあえず、南部と同盟を組んでおけるから組んでおくか。ああ、勢力的には真珠も対象となるのか。かしこまりました。よしよし、同盟組めたね。でも、これやっぱり組まない方がいいのかな。南部に囲まれると絶対に勝てないもんね。さて、今回はこんなところかな。それにしても南部が強くなりすぎててやばいね。まだ1543年。あと40年近く引きこもるのに。ここから北条と長尾と戦争をしていくと思うんだけど、この南部の強さに勝てると思えないな。あとは織田が珍しく領土を拡大しているね。西側は大内が台頭するのは分かっていたからね。とにかく、今回は強弱に強弱を重ねて武将がめちゃくちゃ増えたね。なんといっても伊達種宗に晴れ衆、山本勘助が配下に加わってくれたのは大きいよね。優秀な武将が本当に多くなったよね。すごい軍団になった。それじゃ、ここまでご視聴いただいて本当にありがとうございました。良ければ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。また、次の動画も楽しみに待ってくれると嬉しいよ。ではでは、次の動画で会いましょう。サラダバー。